はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。今日はこちらのハーレー純正ターンシグナルエクステンションキャップクロームこちらを取り付けたいと思います。えー、これはメイドインタイムワンって書いてありますね。純正約5000円します。 ドラッグスペシャリティーズのボタンでしたら半額の2500円ぐらいで買えるので、自分はこちらをお勧めしたいと思います。あれ、純正、ターンシグナル、キャップですね。こちら、えー、届きにくいっていうか指がかかりにくいんで、エクステンション、えー、つまり延長させるっていうわけです、えー。こちらの注意点、取り付け交換の注意点なんですが、必ずグリップと一緒に交換した方がいいです。自分はこのグリップを最近付けましたが、 このキャップを交換するためには、ほとんど全バラです。このグリップさえ、バ、え、ラ、ー、さないと、中のものをバラさないとアクセスできないんで、グリップと一緒にこちらのキャップも交換しちゃった方がいいと思います。まず最初にこちらマスキングですね。もともとこの場所にあったよっていう位置を出すためにマスキングを貼ります。これから戦闘開始です。でマーキングをしたら、こちらの ネジ2本ボルトですねを外したいと思います T25 です次にスロットルワイヤーのブーツを脱がせますこちらは最初にシリコン系スプレーとか塗っとくと簡単にスポンスポンと抜けますでこれでロック解除になります2か所ですねどんどん緩めていきますこれは全開に緩めちゃってもいいと思いますだたらもうダルダルになってるんでこちらのスロットを 開くような感じにすれば、こちらにワイヤーのたるみができます。そしたら、そのまま引っこ抜いてあげましょう、うん。これはちょっと取りながらだと大丈夫ですね、はい。この時にこの金色の部分をぶっ飛ばさないようにしてください。これこそ無くなったら終わりです。その状態ですね。そうしましたら、これを中にあ、自分の指で、とにかくこういう形ですね。そして最初からこの金色のやつは取って、 ちゃった方がいいですここまでバレますね。えー、これは T15 です。えー、中に2箇所あります。えー、ボルトが。これを緩めます。そんなに強くは閉まってないみたいですね。はい。このようにネジが取れました。そしたらこちらの、スイッチ類を上に上げるような形で、このプラスチックのものを、えー、キャッチしてください。はい、やはり上からじゃないと、外れないと、 思います。ただ、この上外すのも大変よ。あ、取れた。こうですね。あれ、こんなに取れちゃっていいのかなあ、大丈夫ですね。はい。うまく取れて、取れてるところを取れてたかは疑問ですが、無事取れました。はい。今更ですが、こちらのブレーキスイッチを押しながら引っ張れば、 ブレーキスイッチが取れるっていうことに気づきました。これは取っちゃった方がいいですね。あの、この配線に負担かけます。人が取り外したスイッチになります。上に溝があります。そして下にボヨンとなってます。溝なしですね。っていうことは、これはこっちですね。上に溝があって、下がボヨン。そしてこっちにエクステンションなので、 えー、2個同じものではないです。一応説明書には上から入れて下にはめるような感じです。これはもう説明書通りにやった方が確実かと思われます。まず上を引っ掛けます。これ簡単じゃないよ。 説明書には外すときは上から下へ、付けるときは上から下へってなってます。ただどうやっても上からははまりません。ちょっと普段自分はフィリピン人相手にいつもイングリッシュとフィリピン語を喋ってるんで、ちょっと説明これ読んでみますね。 Emerge if you got a name from your school where you haven't and going, it's mystery zone. まさにミステリーゾーンですね。ただ自分は謎を解きました。この説明書は嘘だと思います。下からだったらはまります。今やってみます。上からはめるのは絶対的に無理だと自分は思います。なので下側だったらはまります。一発ですね。簡単にもう今カチッてなりました。 はまりまりす上は絶対無理なんだよなぁなのでちょっと下から今カチッと入りましたこの溝にはいそしてそのまんま押し込んでやりたいと思いますこれてけがしそうだなぁ一旦すいません申わけございません下から上 ブチッと押し込んだらパチッと意外に簡単に入ってしまいましたその決定的な瞬間を取れてなくて申し訳ないですただもう片っぽありますからねここでスイッチの確認ですね大丈夫そうですちなみにスポーツスターはこっちは使いません右だけですねはいあとは戻していきます途中経過ですごく大事なことがあります この t15、2箇所、えー、締めます。そしてこの板を噛ませて、えー、ネジを締めますね。この板は何ぞやと思ったら、えぇ、ー、ブレーキのスイッチを固定する板でした。えな、ー、ん、フィーリングだけで外しちゃったんで、この謎を解くのにすごく、えー、苦労しました。このような形で、スイッチは固定されます。えー、ここに印をつけて、本当に良かったなぁと思います。 そして、えー、この状態ですね。下から見て、リンプル、へこみ、すごい気をつけなくちゃダメですね。はい。配線を逃がしてあります。ちゃんと。えー、そして、ここの溝にしっかりと、これとこれはセットです。はい。同時進行ですね。そして、 え、ワイヤーを引っ掛けて上から蓋をするという形になります。はい。え、ちょっとした難関、ワイヤーを引っ掛けたいと思います。自分の経験上、これは素手でやった方がいいです。え、手先がすごく敏感になるので、今カチッと引っ掛かりました。そしてそっからは、ワイヤーを上に、むしろスロットをこっち側に戻して、こうですね。簡単ですね。 はい、以上です。ネ、ね、ジ、ここ2箇所ですね、を緩めて、このクラッチホルダーを取りたいと思います。もうこの状態まで持ってきました。あとはここの T15、2箇所を緩めるだけですが、ちょっと不思議な、今気づきました。ここにスイッチがあるんです。左側だから、スイッチは関係ないと思うんですが、一応気にしながら、こちらの T15、 取っ払ってみたいと思います。では、スイッチを、えー、引っこ抜きたいと思います。よいしょ、簡単ですね。はい。必ず上からです。下から入れたいと思います。こっちからだったら簡単に溝に入ります。今、入った状態ですね。えー、そして、上に持っていって、これをただ押し込むだけです。はい。これで終了です。ただ、こっちにも動くんですね。 こっちにも動くしこっちにもこんな感じですね謎のスイッチそしてここの T15 を締めましたこの状態になってますあとはこちらを真上に上げてきゅんですねカチンって入れてこちらとクラッチホルダーとの相性をバッチリにして各自ネジを締め込むだけで終了という形になります